生き物にとって非常に厳しいものがありますがありましたがまあこれから冬に向かってどうなることかなかなか予測がつきにくいですがそういう中でですね ドワーフナンはバナナのメリクローンソケット苗の3本セットを購入してくださった方々の中にはうまく育たなかったあるいはうまく育っていないという経験 をせざるを得なかった人たちもいると思いますそれでこれからずっとですね冬の間露天露地で無保護栽培ほぼ無保護栽培で メイクロンソケット苗をどのように生存させるかというのはかなり難しい状況になっている方たちもおられるかと思いますね。でそのあ,あちょっと指入ってしまいました。そういうい方たたちのために ちょっと前にですねドアフナンワのこの絵のメリクロン苗じゃないものとメリクロン苗を一つのポットに植え込んだもののムービーを紹介しましたが。 その時からそんなには日数が経っていないのでメリクロンソケット苗もまだ小さいものもあればもっと大きいものもありますねそれでまあ路地に直接植え込むと冬になって取り込む時に 痛みやすいということもありますね。それを回避してもし地域性によってですね室内で育てなければいけないということを考えた時に根を室内に取り込む前にですねなるべく 多めに出すようにしておいた方がいいということでこういう全面スリット鉢に植え込んでみたらどうかというお話をしたことがありましたがこのメリクローンソケット苗を他のドアフナンワーの子苗 こ苗,苗より比べたらまあもうちょっと大きいわけですがで鉢の中に全面スリット鉢差し込みのドアフナワーのソケット苗を。 このような形で鉢の中の鉢鉢の中の全面スリット鉢上にするとどうなるかというとちょっと私も見てな,見てなかったんですが引き抜いてみましょうあこういうふうになってますねこのように、えー、とちょっと置かせてもらいますねこのようにですね ま、下の方に伸びる根もあれば、このスリットの途中で、横からですね、ここ、こういうの、横から、このスリット鉢の外に伸びようとする小さな白い根が、 確認できますねでこれをそうですねまだ10月ですから10月中旬ですから後でこれ土をもうちょっとそばに寄せてあげようと思いますがもっと伸びると思うんです。特に 全面スリット鉢の横からですね、横から出ている白い根、まあ、こういう根ですねがですねそれこそ全面全方向に伸びてくると思うんですねまあ、こういうふうに途中で抜かれたりなんだりするのも一種のストレスになります 私は農作業するときに最近は、軍手とかしないで、素手でやってますので、草をむしったり、あれこれしているときに、この爪ですね、を傷つけてしまうことがあるんです。今、薬指と中指がちょっと欠けてるんですね、ま。あ こうやって草を掴んで引っ張ったりなんだりしてるもんですからねそうするとこれもですねこうちょっと抜かれた時にまあ多少傷ついて根も多少傷ついてまあ痛み痛みというより破損みたいな私の爪みたいにね破損する場合があるわけですね。 ですから一旦植えたらこの鉢の中の鉢全面スリット鉢からさらにこれを引き抜いて室内用に室内仕様で植え替えてそれでも冬は行ってもらおうと思う時にですねまあ傷つけやすいわけなんですね。 まあそれはともかくですねちょっと元気のなくなったメリクロンソケット苗の元気回復のために別なお話をちょっとしてみますこれこの日本はですねあまり元気がなかったメリクロンソケット苗なんです日本ありますこれとこれですねなんか プリンが入っていた器じゃないかと思うんですがまあそれに土を入れて土を入れた後ですねこちらはですねこのみかん雲州みかんですねこれを差し込んでそれからこちらはですねこちらはよく見えませんが 小さな柿、まあこれは別な畑、家の畑じゃないところになっているで収穫した柿なんですが、これらの中心をくりぬいてナイフでね、こちらも、そこに、要するに他の 今ちょっと片手でここの下のボタン iPhone のボタンを間違って押してしまったので切れたので続きを取りますこの果物の中央をくり抜いてそこにソケット苗のやや元気を失っていて まだこういう植え替え処理とかしていないものをですね、そのまま差し込んで、そしてこういう小さな器に植え込んで、左はみかん上、右は柿上にしてあるんです。そしてちょっとビニール袋で覆って、 室内に置き始めたのを今撮影のためにこれと比べるためにも持ち出したんですね元気のなくなった苗をそのままにしておいてある程度の水やりだけで管理していても根に根じゃないソケット と苗の根の中の芋ですね根にくるまれたようにしている芋の力が弱っていくとそれ以上根が下にもまあ斜め下にも横にも伸びにくくなってだんだんげんなりとしてきてしまうことがよくあるんです。 でそうなり始めたらそういう兆候を確認した場合には何らかの方法で元気をつけてやらないといけないわけですね。それで東南アジアのユーチューバーの方たちがですねみかんとかまあ柿はほとんど使われてませんね。 みかんと言ってもまあ彼らにとっては英語で言うとオレンジですね。とかその他の果物の植物ホルモンを利用して例えばこういうドワーフナンワーのメジクロンソケット苗の特にバナナで言うと神経と芋。 に植物ホルモンで刺激することによって元気を回復させるというようなことがよく行われています。でそれの真似をしてまあ雲州みかんと小さな柿ですねに差し込んでみてるんです。 3日ほど前に処理した時よりもほんのちょっとあの葉っぱの色がちょっと葉っぱの色に艶が出てきましたまあそれでこれからどうするかもう完全にダメになったものはみかんに差し込んだり柿に差し込んだりしても駄目ですがね 元気を失いかけているものなら、まだ何とかする手段はあるわけなんですが、まあそれでもダメになる場合もあるかとは思うんですね。それである方が、まあ三分とも元気なくなってきているというので、 まあその方のためにこういう説明ムービーを作ってその続きとして今お話別な2回目の撮影をしてこう取り出してみたりですねして説明しているんですがまあどうしてもメリクロン苗を育てるのが難しいという場合には オークションで、たまに、ほんの小さな苗も、ザーナンワーノですね、出ますから、こういうもの、こういうもの。まあちょ、これはもうちょっと大きくて、芋ももっと大きいですから、そういうものを探して、そう,そういうものを育てる方が、 育てて越冬の試みをすする方が簡単じゃないかとは思うんですまあそういうケースを想定してメリクロン苗の全面スリット鉢植えを1個ここに差し込んで他に小さいドアフナンガを1234本ですねまあ植え込んであるわけなんですね。 まあメリクロン苗で3分のメリクロン苗セットをやってみてるがうまくいかないという人はそういう方でどうしてもメリクロン苗も欲しいとこういうメリクロ非メリクロン苗じゃなくメリクロン苗も欲しいということ 方のためにですねこういうセットウェイですねもう出品してみますから万一3本ともダメになったあるいはダメになりそうだという方はまあこういうものを育ててみる方が楽ではないかと思うんですね。 これは葉っぱ一枚ぐらいしかありませんが多分新しい葉っぱがもう一枚ぐらいは今月中に出ると思いますまあこれは葉っぱはまあいい形してますねこれは芋がちょっと大きめですからこういうふうに巻き葉が出てきてこれから展開するでしょうでこういうものがあったらですね この上の上方方をカットした方がいいんですね。私だったらですねこうめくってしまってど,どこあたりまで緑っぽいかなと見てあとまあできることなら芋も確認するために苗を引き抜いて芋をよく見て根の状態を観察した上で。 まだいけるだろうという判断ができる場合には、私だったら、この、カッペン化しているところから思い切って切っちゃいますね。そうして、中央から、新しい芯がスーッと伸びてくればですね、まあ、それで安心なんですが、このままにしておくと、冬に向かってダメになる苗も、 ないとは言えないんですというよりもよくあるんですね。まあ、それらはある程度栽培経験年数が増えないと判断するのが難しいところかとは思いますがね。えっ、ー、と3本のソケット苗がダメになったという方のためには何らかの ドアフナンアの小株ですね。と、ソケット苗を、まあもうソケット苗はだいぶ出てしまってほとんどなくて、自分の方にも何本かしか残ってないんですが、こういうのに植え込んで、送って、そちらを育てたらどうなりますかと、切ける。 聞くことができるような体験をしていただくためにいずれ発送するつもりなんですがねこれは以上お話ししました問題点を持っている人でまあ、ソケット苗と非メリクロン苗のどちらも育てて来年につ,つ,つなげたいという方のために 一度だけ出品しておきたいと思いますね。まあこれらは出品対象じゃありませんので、やりたい人はソケット苗をご自分でですね、いろいろなフルーツ、例えば極め付きのソケット苗を何らかの 果実に植えるというんならバナナ苗にまあバナナその時のバナナは他の品種でいいんですよバナナの果実ですねそこに穴を開けてちょっと元気を失っているメリクロンソケット苗を 神経と根をそのまま植え込んでしまうバナナにバナナを植えてしまうという方法があると思いますねそれはもしかすると成功してソケット苗がうまく成長するかもしれませんまあ私はいろんなものをやってみていますが まあ、マンゴーとかねそれからパパイヤとかアボカドとかカッティングとか葉っぱをバナナの菓子に植え込むということをやって屋外でも室内でも育てることをやっていますが バナナ苗の植物ホルモンというのはいろいろなその他の植物を育てるのに非常に役に立つんですね。あと比較的簡単に手に入るものではアロエのあのぬるぬるとしたゼリーみたいなものね。 アロエベラはよく使われます、ねまあそのためにはいろいろな果樹も植えておかないと <laughs> いけないわけですがまあ急にじゃなく今後ですね今後のためにですねいろいろな果樹も植えておいて収穫して食べることもできますしいちじくなんかも使えるんです。 軸の果実というのは柔らかいですからそこに例えばバナナのソケット苗みたいなものを差し込んで管理するとかいろんなことができますから言葉は分からなくても見てたら。 大体のことはわかりますから、東南アジアとか、ブラジルとか、スペインとか、インドの YouTuber たちがあれこれやっているのをたくさん見てですねあこうこう、そういうやり方も、そういう育て,育て方もあるのかということを勉強されたらいいと思います。私も まあ、ポルトガルはスペインを先行していた関係からある程度分かるんですが東南アジアのいろいろな言葉ですねを聞いていても分かりませんが栽培者が作業手順をやってくれて見せているところを見たら分かるんですね。 ああ,ああしてこうしてっていうことは分かりますから言葉に頼らずにまた奇妙な翻訳 <laughs> にも頼らずに栽培手順だけを学んだらいいんじゃないかと思うんですねそして栽培の仕方が分かると分かるようになるとどのような言葉で話されていても 言葉そのものがわからないんですが栽培法をよく理解できた時にはそういうムービーを視聴し終わった後なんか言葉までわかったように思ってしまうんですねなんとなく得体の知れない言葉で喋られてもですねうん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 なってわかったように 自分のの頭が判断しているのに気づきますね、まあ、言葉よりも実際のやり方の方が大事ですから言葉がわからないからということでビビらないでそういうことに臆せず何度も何度もこれはいいやり方だなというものを見つけたら ブックマークしておいて何度も何度もご覧になられたらいいのではないかと思いますねまあ話が長くなりすぎましたのでこれでドアフナウアーの粉絵とそれからメリクロンソケット苗から 鉢の中の鉢植えにしたものの説明を終えたいと思いますね。